心理戦、多くの方がこれこう書いたらこうなるんですね、ここの角度が失敗なんですね。だからかっこよくこの大きさでもいいんですけど、こう書いたらここに来ます。でこうまっすぐここから、だから同じ大きさなんですけど全然字がスマートに見えるんですよね。こう書いたらこう、こう書いてここに空間を開けるぐらいにすると1ミリです。全然無理に揃える必要ないですから、土っていうのはやっぱりここが広いとかっこいいですからね。ですからここは開くんです、自然と。で東京都ね、東京都これが大、これが多くの方はほとんど今まで見てきたけどこうなってます、で格好にスペースがないからこんなの、これも同じようにこう置くんです、でそうするとここにスペースがあるから上からかけるんです。これってこんだけ同じの全然変わってくるんですよ、緊張感が。斜めに来る時結構絞る、多くの方はここまでかけてもこことこう揃えてここからこう書くんですよね、なんかしたら重心が上に寄っちゃいますよね。だからこの字が来たらこの辺から書くんです、ここからついて長く、こことここをずらす。あ、そう、それはで、これ書いた時に大体これとかパッパッパッって練習しだす。これ、これこれ、かわいいですね、それカーブですね、曲線ですね。これ、1、2かもしれないですけど、これは三角ですよね、トータル1、これ大事です。で、そこから2、1、これちょっと広がってくださいね。で、上に入ってくださいね。で、ここでてんてんてんきて、こうですね。これがこう来たら、つながったり、バトンリレーできてないです。1、2、1、ついて、3。字がどうしてもちょっと左に寄っちゃうんです。じゃあどうすればいいか。ここに中心線がありますよね。ここまで来てください。で、角度をつける。で、右上がり。こう、広く。ここまで来ます、ここまで。で、こう来て、ここで右、ぞろいをしをつけます。大体ね。こう、はがりましたよ、ちゃんとね。はい。で、次、こっから、この辺から、こう書いて、ちょっと広がって、上に、こう。これがあんまりでかいとかっこいいですよね。で、こう、こう来て、こっから、長く書くと、なんとなく重心が真ん中に来るんですよね。余白を揃えてほしいな。ここに中心まで来たらこう行きなさい。